今回は、はい、江川卓さんについて。はい、わかりました。江川卓さんについてちょっといろいろと、はい、お聞きしていきたいなと思います。はい、まあ、早速なんですけど、初対決の、はい、1979年の7月7日の時に、はい、初級カーブ来まして、はい、で、さっき言ったストレート、うん、それ実際初めて見てどうでした、イメージしてたのって実際見た、まず1打席目っていうのはどのぐらいのストレートの速さがあるのかというその確認はしなきゃいけないだろうと、それからの勝負だろうっていうのは自分なりには考えてたんです。すごく僕自身も緊張してたことは覚えております。まあ、ある時は僕3番だったんですよ。まだ4番ではないので、1回の表に打席に確実に回ってくるという打順でしたので、その打席の中でまずストレートを1球どんなボールが来ても見逃そうと思ってましたから、ストライクだろうがボールだろうが、初球カーブでボールが入ったんですね。まあ、その時点でまあよく笑顔に入って申し訳ないんですけども、僕は勝ったと思いました、その瞬間に。まあ、ここで彼がストレート初球投げてこないってことは相当僕を意識してるんだろうなという自分自身の気持ちの中で、自分自身が落ち着いていく自分を感じてたんですよ。で、一球ボールに入ったんで、あのカーブがストライクだったらどうだったかっていうのは僕全く勝敗はね、逆になってたかもしれません。もう一球ボールを見ようと余裕ができるわけですよ。またカーブだったのかな、確か。なんかちょっとすっぽ抜けみたいな。それで最後一球ストレート、外のストレート、ボール球のストライクだったんですけど、外のストレートを見たときに、自分が思ってる江川のイメージのスピードよりも、そのストレートボールがそんなに早く僕の目には見えなかったんですね。で、だからその時点で僕はすごく落ち着いていたと思います。ツーボールワンストライクになった時に、うん、で次またカーブが来たのかな、うん、で3-1になったんですよね。で3-1になった時にはその自分が見たストレートにタイミングを合わせました。そのストレートが自分がイメージしたストレートよりもその球速を感じなかった部分があったので、投げ込まれたカーブに対して3球ぐらいカーブをその打席で見てますから、目でカーブを捉えた瞬間に体が反応してるんですよね。まっすぐ打ちに行ってるんですけども、でちょっと泳がされてるんですけど、自分の右の膝が止まってる壁があるのを感じてましたから、これで自分の構えてるバットが自分の体の前を通っていく感覚っていうのは今も覚えてます。で打った瞬間にも入ったという手応えは感じました。なるほど。はいはい。で実際スピードはそんなに感じなかったってことなんですけど、球質、球質的にどうでした？いいスピードは多分かかってたんだと思いますよ。そこまでのね、まだ余裕も僕自身もなかったんですよ。早いか遅いかというだけの見極めだったんで、スピンが効いてるとか効いてないとかというよりもやっぱ怖いのは速さですから、うん、そのストレートの速さというものをまだ1年目の江川にはそう感じなかったので、そのカーブに反応ができたんだと思いますね。そこからじゃあ対戦重ねていく上で、まあ、年数重ねていって実際に、いやもうこれはもう2年目の彼が20勝した時なのかな、2年目っていうのは、その時のストレートっていうのはまあ、それはもうとんでもないストレートでした。本当に自分がバットを振る、バットの上を通過する江川のボールが見えるような感じですよね。なんかこう例えば具体的にどんな感じってこう、いや落ちない、伸びるような感じですね、浮き上がるような感じですね。まあそんなボールないんでしょうけど、感覚的にはその浮き上がるというイメージのボールですね。そんなボールないんでしょうけど、まあよく言いますよね。球の出所とかその辺はどう、まあ、これはもう真上から投げてきますので、そんな出所が見づらいだとかそういうタイプのピッチャーじゃありませんので、そんなに変則的なフォームでもありませんから、いろいろその真っ向から向かってくる、正々堂々とストレートを投げ込んでくる
タイプのピッチャーですから、嫌なタイプのピッチャーではないですよね。うん、なんかこう打席に入る時の江川と相手が江川投手だからっていう、なんかいやそれ怖さしかないですね、怖さ。やっぱり僕が分かっていてもストレート投げ込んでくる、その怖さですよね。彼も多分僕の打席の中で対戦するときにはちょっと2人の一つのキーワードは怖さなのかもしれませんよね。一つコース間違えれば持っていかれるかもしれない、でもそこに投げ込んでくる江川のストレートの怖さを感じながら、だから、まあ、かっこよく言わせていただくと、なんか紙一重の、勝負をさせてもらってたのかもしれません。なんか一番こう気をつけてたことというか、あ、これは彼のストレートに対していかに自分のベストのスイングをするかということと、バットを短く使いたいんですよ。バットを長く使うと彼のストレートには対応できませんので、バットを短く使うってことは手を短くするってことなんですよね。だから羽生結弦さんだとか、ああいうその日本を代表するフィギュアスケートの方たちが、まあ、4回転だ5回転だみたいなすごい回転に挑戦するときって手は広げませんよね、はい、必ずこう巻きついてきますよね。だから自分の持ってるその34インチのバットを34インチで使おうとは思わないんですよ。もっと短く使いたいんですね。遠心力で短く使うためには腕を短くしてヘッドスピードをコンパクトに上げるということしか考えてなかったんですよ。それじゃないと彼のストレートには対応できない。振りに行ったら絶対負けるんですよね。だから振ろうという意識はなかったですね。コンパクトに回転しようという。ああ、なるほど。もう己の回転、もう自分の体の回転をいかに速くするかというしか考えてなかったです。そうなると腕って縮んでくるよね。はい、まあそうですね。実際こう江川投手がスイッチが入る瞬間とか、あ、今ギア上がったなみたいな、これは目を見ると分かります。あ、目行くよみたいな、それが怖いですよね。相手に分かるような目をしながらストレートを投げ込むという、だから裏の勝負はないですよね。全部表の勝負をしたと思います。まあ、そんな中初球カーブで入るっていうのは、あ、これはね、なんかまあまあよく言うんだけど、僕は彼が言ったと思うんだけど もう俺とお前の勝負が1球で勝負ついたらつまらないよねみたいな話をしたんで、じゃあ1球見逃そうかっていうのは僕は覚えてるんだけど、それが僕が最初に言ったみたいなこと江川は言うんだけど、まあ、これはどっちが言ったか分かりません。あ、じゃあ実際そういったお話、ちょっと食事するときにそんな話をしたときに、翌年にこいつ本当に1球目のカーブ打たないのかなと思って、で江川のカーブって鋭く曲がるポーンと落ちるカーブと本当にドローンとしたカーブ2つ持ってるんですね。本当に誰でも打てるようなカーブを初球投げてきたんですよ。で、僕はそれ見逃したわけ。だからこいつ本当に打たないわと思ったらしいですわ。で、信用できる男だと思ったらしいですよ。まあそれから本当にちょっとわがままな勝負をさせていただいたんだと思う。時代が許した野球なのかもしれませんけど、やはり江川のストレートをいかに打つんだと。で、また当時の監督だった安藤監督なども、ミーティング終わった後にですね、まあ、江川の高めのストレートは打つなという、当然ミーティング耳にタコができるほど聞かされるんですけど、そのミーティング終わった後に、いや、お前はその高めのストレートを打ちたいんだよなと、お前を振りに行っていいって言われるんですよ。そうやって監督に言われますとね、まあ、4番が打たなくても当然チームは勝てるんですよ。他の選手が打てば勝てますから。ただ監督にそのチーム全体で高めのストレートを打つなと言ってるのに、お前だけは打っていいよと言われるわがままな勝負をさせてもらった時に、チームの勝敗をすごく背負った打席なんですよね。だからちょっと特別なんですよ。なぜ特別なのかというと、江川というピッチャーのストレートも特別なんだけど、それに対する阪神の監督の
僕に対する勝負にかけるアプローチの仕方をね、僕に任せて許してくれてるわけじゃない。だからなおさらその重たく感じ打席に入るんですね、僕自身が。だそういう2つの理由で特別な打席になるんですね。その、具体的なベンチからの策としては、指示としてはもう高め、まあ、フルーナです。フルーナ、はい、もうこれ1点、1点ですね。あ、しかないでしょ、まっすぐとカーブしかないんですから、うん。これも例えば監督とコーチで時になんか指示が違ったりみたいなことは、まあ、ただやっぱりストレートいかに見極められるか、そこを振ったらもう勝負できないですもんね。ですから、まあ、その高めのボールを振らせるカーブの使い方もうまかったですし、その高めからカーブを投げてストライク取ってきますから、その同じカーブの軌道でストレート投げてきますので、なかなかね、彼の高めのボールを見極めるってのは難しいんですよ。振らす配球も十分考えながら、投げてきましたし、カーブの使い方がうまかったので、チームメイトの皆さんの江川投手のストレートの評価は、これは打者によって変わるんじゃないですかね。まあ、彼自体がですね、9回完投するためにいろいろペース配分というものを当然考えて、9回の野球を支配してたと思うんですよ。その支配する上でどこかでやっぱり手を抜くということではないんでしょうけど、9回投げ切り4打席目に回ってくるクリーンナップにその勝負するときに、1回に投げたストレートよりも速いストレートを投げるぐらいのその体力を温存しとくんだよね。だからバッターとするとお手上げなんですよ。まあ、僕よくこれは皆さんに言うんだけども、まあ、車に乗って高速道路でいきなり100キロで走ったら景色は見えないと思います。いきなりトップスピード入ったらね。でもそれが10分20分100キロのスピードで走っていれば、人間の能力、目っていうのは慣れてきますから、いろんな景色が見えますよね。で、100キロが100キロというスピードを感じない、車の速度を感じるじゃないですか。全くそれと一緒で、1打席目2打席目慣れてくるわけですよ、目が。で、3打席もっと慣れてくるわけ、4打席もっと慣れるわけで、そこでギアを上げられたら、そのギアを上げるためのその打順によってのそのストレートのそのペース配分の中で抜いてるんじゃないんだよね。これ9回1人で投げ抜くための投球術だと僕思ってるんだけど、江川はよくシャレでね、平田ボールなんてことを言うんだけど、まあ、下位打線に対してちょっとそのクリーンアップと勝負するときとは違うような形で抑えるようなことは彼言ってましたけども、今のような分業制がしっかりして、仮に100球6回7回でリリーフ陣に任せていいという時代であれば、3打席だったら打てなかったんじゃないのかな。じゃあ下位打線の選手はもしかすると江川投手のストレート、そうでもない。あ、それは平田が僕に言いに来たことある。ああ、そんな早くないですよ、バカ野郎って言いましたけど、お前に投げてる俺は違うんだよってなことはベンチで冗談でですね言ったことはあります。実際対戦したのが167打席なんですか。167打席調べましたね。っていう状況なんですけど、まずは最も印象に残っている打席。まあ、それは最初のホームランというのは忘れられないですけど、まあ、レフトに打ったアウトハイのストレートを後楽園でレフトスタンドに放り込んだら、ホームランかな。多分彼はあの高さのアウトハイってのは誰も打たれたことないと思います。僕もうまく打てたなと思うんです。ちょっと風がね、甲子園と同じ浜風みたいなのが吹いてたんですよ、あの後楽園に。だこれも反応したんでしょうね。甲子園球場のような形で打てたんですよ。だあの高めのアウトコースのストレートをレフトスタンドに持っていかれたの、彼もびっくりしたと思います。だ僕もびっくりしたんですけど、
まあ、なんか別の対談で江川さんも向こうはもうファール打たす、まあ、ファールですよ、だから前に飛んでもファールですよね、うん、本当にうまく上からボールを叩くことができたんでしょうね、ヘッドが負けずに。逆にこう最も印象に残っている三振とか、いやそれ数多い三振があるんでね、僕三振よりも何回も言ってるんだけど、彼に1回敬遠されてるんだけど、その敬遠のボールでびっくりしたよ、早いから。三振ってのはもう数多くしてるんでね、そのどの場面のどれと言われるのはそんなに覚えてないんだけど、一打席だけ敬遠されたあのストレートの凄さは忘れられないね。僕がだからバット振れないわけじゃない、敬遠だから。で僕の武器を捨てるわけじゃない、向こうは白旗あげてるわけだから武器捨てなきゃしょうがないよね。その時彼が投げてきたストレートってのはもうかなり怒りを感じるストレートだったの。あれ江川さん、江川投手としても多分初めて、初めてじゃないかな、敬遠で。しかも無四球時代がかかってたんですよ、小山さんの年間記録で。そこでね2対1で阪神が負けていて、8回の裏だったかな、ツーアウト2塁で、その時に彼に後日聞いたんですけど、これはもう敬遠に対する怒りなのって聞いた時に、そこで彼の答えがすごかったのは、やっぱ5万人の甲子園球場に足を運んでくれたファンの方たちが一番見たい勝負だと。2対1で巨人が勝っていて、ツーアウト2塁で阪神の4番掛布、一番プロの投手として勝負をしてファンに見せなきゃいけない場面だよねと。その場面で敬遠というベンチから指示されたピッチャー、自分に対する怒りなんですって。まだ俺はそこまでのピッチャーなんだという、だからこれがやっぱ彼のすごいとこだよね。ベンチに対する怒りじゃなくて、そこでまだ自分が勝負させてもらえないんだというところにこう気持ちを切り替えてね、それが僕ね彼との勝負の中で一番印象残ってんの、ホームランよりも。うん、実際こう敬遠されるの1球目こう見た時どんな、こんな速かったのみたいな。ああ、もうまずはそのスピード、まさにもっと速いスピード感を感じました。しかも高めに投げてくるからもっと落ちないじゃないボールってあ、こんなボール打ってたのかという。敬遠策を取ったということ自体に対してはどういう気持ちでしょう。いや、これはバッターとしたらすごく嬉しいですよ、うん、勝負する前から負けを認めるわけじゃないですか。だから初球の1打席目の初球のカーブ以上に嬉しかったですよね。だからあの僕敬遠がやっぱ一番江川との勝負の中では印象残ってるかな、うん、ホームランで三振だとかもよりも167打席でしたっけ、打数、はい、あ打数だよね、はい、また打席だから打数に入ってない、はい、打席の中での一番の思い出はその敬遠かな。じゃあまあこの江川卓という人間性というかどういったふうに感じてますか。すごく野手的な考え方で野球をやるタイプなんじゃないかなという、ピッチャーという感じがしないんだよね、同じ解説をさせてもらったりした時に。どういった点で。なんかいろんなとこに目配り気配りができる男ですから、ピッチャーってどちらかというと小山の対照的なあのタイプの選手ピッチャーが多いんですけど、ゲームのマウンドではねまさにそういうピッチングをしますけども、やはりそのプライベートで食事をしたりだとかした時の気遣いだとか、そういう周りに対する目配り気配りっていうのを見た時に、なんかその俺がというピッチャータイプじゃなくて、なんか一歩引いてあの野球をこう見る冷めた部分を持ってんのかなってのを常に思ってて、僕自身も4番でイケイケっていうことでやってましたけども、ちょっと野球を俯瞰で見て冷めて野球を見る自分をどっか作っておこうと思ってたんですよ。だからそういうその自分というものをね江川も持ってるんじゃないかなと、だから意外に僕と気が合うのかなと思ったりもしますよね、うん、はい。まあ実際こう懇意にされてる中畑清さんでさえ、まあ、あの
空白の1日以降、うんうん、なんか彼はもう何十年も本当の自分を見せてないんじゃないかみたいな。あと僕はそれを感じたことないんですよ。あ、じゃあもう本音で、多分巨人の中にいる選手の方がそういうものを感じるんじゃないですかね。だから僕に対してはそういう、そのなんて言うんだろう、なんかガードするようなその壁もないし、なんか素の笑顔しか僕見たことないんですよ、うん、だから笑うし僕も突っ込めるし笑顔もボケることもしますし、だからある意味巨人のそのチーム内の方たちよりも僕の方が笑顔のですね素の部分を見ているのかもしれませんね。ライバルとして対決した者同士通じる何か、あ、そうなのかもしれませんね。だから江川もその嘘のないストレートを投げてきましたし、僕も嘘のないスイングをしたと思いますので、駆け引きしたことないんですよ、配球をどうのこうのだとか、駆け引きがない勝負でですから、だからその中で何かマウンドとバッターボックスの 18.44 ですか、その中での何か気持ちが通じるものが真剣勝負の中でですよ、何かあってお互いにお互いのピッチングバッティングというものを認め合えてたのかもしれませんね。だからこう普段こう会う時に、まあ、裸になれるという表現が正しいかどうか分かんないけど、もうそういう状態で話すことができる、また一番だから僕何でも話せる相手かもしれません、はい、野球を通じての会話、そういうことですね。マウンドとバッターボックスの中での会話が、まあ、打つ打たないだけじゃなくて会話をしていったのかもしれませんね。じゃあ、まあ最後に、まあ、はい、ご自身のへの質問なんですけど、はい、ホームランバッターとしてスタイルとしてホームランバッターとして、はい、こう生きていくというか、こういったのご自身としてどう。いや、めちゃくちゃしんどかったですね。無理してたと思います。まあ今だから言いますけど、そう言ったことないけど、どのあたりで一番難しい。ボールをね、やっぱ遠くへ飛ばすってやっぱ難しいですよ、それをやっぱりファンの方に求められて、それで結果を残していかなければいけない。仮に3割を5年打ってみろとこう言われるのと、30本以上のホームランを5年続けて打てって言われた時に、まあ3割打つことも難しいんですよ。難しいですけど、どちらが楽ですかと言われれば3割5年ですね。それぐらいやっぱりボールを遠くへ飛ばすってのはやっぱ難しいと思うんですよ。でゴルファーで、まあ仮に今もう300ヤード超えるプロゴルファーの方たちだとかアマチュアの方いるかもしれないけども、当時ですよ、300ヤードを超えるドライバー打てる人って一握りの方でしょ。でも100ヤード以内のアプローチの上手い人って何人います？プロでそれで飯食っていける人いるわけでしょ。今多いと思いますよ。僕らの時代でそのプロゴルファーの方そんないませんもん。それは相当難しいことなわけでしょう。そこに挑んだっていうのは何でしょう、飛距離に挑んだというか、やっぱり期待、ファンの方の期待と阪神の4番というそのホームランバッター藤村さんだとか田淵さんだとかという先輩がその打ってきた4番の姿、それがやっぱり僕にとっては4番イコールホームランという答えしか出せなかったのかもしれませんね。だからちょっとやっぱ無理してたんだと思いますね。じゃあもしホームランをそれほど狙わなければ、もちろんもっと打率、いやそれはどうか分かりませんよどうか分かりませんけども、今言った3割バッターを そんな簡単っていうところで言ってんじゃないんですよ。でどちらを続けるのが楽ですかって言った時に、僕は3割で5年のが楽だと今思うんですよ。だから山本浩二さんともよく話したことあるんだけど、ホームラン40本で打率がね340を超えちゃうとちょっとしんどいよな、かけと。
320、30までで打率が勝負できるんであれば三冠王の可能性あるよねと。いやホームランだから僕20本ぐらいの時って3割4分ぐらい打ってるんですよ打率が。その1年間の野球があるんで、だから田淵さんっていう方が阪神にもしもずっとユニフォーム着られて4番打ち続けていたら僕の野球は変わっていたかもしれませんね。同じ40本仮に1回ぐらいのホームランを取れたとしてもね、もうホームランバッターとは当然思いませんし、ホームランを狙っていった40本じゃないわけですよ。ホームランを狙っていった30本打つのと終わってみたら30本打っちゃったってのは全然違うんですよ。で1回ホームランを取ると相手のバッテリーの攻め方が変わりますからね。ホームラン打たせないようなボール来るわけですから、それはヒットできるわけですよ。で相手のピッチャーもヒット OK ですから、ホームランさえ打たれなければって配球してくるわけですから、それを上げなきゃいけないんですよ。だから嫉妬打ち損じたら絶対ダメなんですよね。まあ今だからこんなことをね偉そうにかっこつけて話してますけど、無理してたと思います。本日はですね、江川卓についての私なりの見方思いで、ホームランに対する自分自身の考え方だとか、まあ、ちょっとかっこつけてしまったのかもしれませんけども、まあ、江川掛布の対決にいろいろご意見はあると思いますので、またチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。